はい、スリランカ TV チャンネルです。今日は東京都文京区小石川に来ています。最寄り駅は後楽園駅ですかね、小石川なんですが、なんとこちらアジコサロンが3月10日にオープンしたということでやってまいりました。ちょっとね、分かりにくいんですけどね、井戸があったりしますけど、お、ここですか、アジコサロンは。もう少し先になりますということで、あ、そこですね。アジコサロンどこですか、ここ、こちらのようですね。はい、アジコサロン到着しました。分かりにくいけど、はい、やってまいりました。いらっしゃいませ、こんにちは。こんにちは。あれ、これ家なんですか、ここ。家を変更カーだったので。久しぶりでございます。どうもどうも。じゃあ早速アジコサロンさんにやってまいりました。はい、じゃあこちらに。はい、おお、アジコサロンやってまいりました。はい、メニューはどんな感じですか。はい、こちらになります。はい、アジコプレートがチキンと豆カレーのこれだけで、うん、はい、あとは前のめっちゃ辛いサラダ、サバサラダ、アジコで、ラムが人気だったんで、独立させてお酒にも合うのでラムスパイス炒めということで。あ、そうなんですね。やらせていただいています。はいはい、今回は特に特訓をして、うん、はい、アジココーヒーをハンドドリップで入れれるようになったので、この近くのカルタコーヒーさんというところで豆を買っていて、美味しいので食後の一杯と、あとね、アジコパンケーキもココナッツのケーキもやってます。あ、美味しそうですけど。アジコロティはサバとポテトのカレーを入れて巻いてます。いいね、はい、全部頼みたいけど、おすすめはやっぱり初めての方は絶対アジコプレートですね。結構もうご近所さんにも来ていただいてるんですけど、アジコプレートをまずはおすすめしております。はい、アジコカレーを一つください。はい、お願いします。到着お待ちしたいと思います。はい、はい、お待たせしました。お、できましたね、アジコプレート。アジコプレート、あれ、前もこんな感じでしたっけ。前より、よりシンプルそうだねにしました。なんかシンプルになりましたけど、一個一個際立たせたつもり。はい、これちょっと説明していただいていいでしょうか。はい、これが定番のカリプですね。パリプカリ、はい、バスマティライスと、バスマティライス、はい、の上にかかっているチキンカレー。チキンカレー、うちのチキンカレーはだいぶスープカレーというか、すごいシャバシャバなんで全部浸透しちゃってて、たまにお客さんからチキンカレーどこですかと言われるんですけど、あ、お米にかかってると、はいはい、はい、であとポールサンボルですね。ポールサンボル、はい、これトマトが、はい、トマト入ってると、はい、いうことですね。そして、はい、でゆで卵がちょっと味も半熟気味ありました。半熟気味のゆで卵前までは超硬ゆででしたけど、はいはい、はい、これは何かかかってるんでしょう。ブラックペッパーと、ペッパーですね、あといつもの定番のピンクペッパー2つ。そうなんですね。はい、これ上に乗ってるのはパクチーですね。あ、すごいシンプルになりましたね。はい、シンプルにしました。はい、では早速いただいてみたいと思います。はい、どうぞ。はい、4月以降、うん、サーモンとかポークとかもガンガンやってくる。とりあえず3月はシンプルにちょっと浸透して、この辺の人をまず知ってもらうためにシンプルにしてますが、あと夜とかをね増やしたいんで。あ、夜ね。はい、ビールとかワインに合うものはさらに追加していきたいと思ってます。いけるといいね、マンボウ。ではいただいてみたいと思います。はい、じゃあここでパリップチェックから。パリップチェック、パリップ結構豆が入ってますね。あ、優しいけどスリランカの味がするみたいな。はい、じゃあポルサンボルもいただいてみましょう。あ、美味しいわこれ。ちょっとピリッときますけど、結構パリプはスパイスを使ってますね、いろいろ。そうですね、ね、あと結構こまめに作ってます。朝、あ、昼用の人と夕方からの人、うん、そうですね、少量ずつにしてます。それはいいですよ、スリランカカレー絶対その方が、うん、それはいいです。あと多分シンプルにしたんで、より一個一個がもっと際立つ。ポルサンボルとか特に。そうですね、ポ、うん、ルサンボルも結構がっつりな味ですね、うん、いいですね。はい、チキン、うん、こちらチキンってことですよね。はい、うわ、すごい柔らかいね。ほろほろですね。ねえ、すごい柔らかくなりました。こんな感じでしたっけ。そう、昨日の夜にスパイスにちょっと漬け込んで朝炒める感じですね。あ、そういう感じなんですね。美味しい。前より柔らかいかもしれないです。あ、確かに。すごい柔らかいよ。うん。ポークとかもすごいほろほろって言われてるようになって、うん、はい、多分ちょっとそれの応用みたいにしてる。へえ。じゃあ卵。はい、うん、
まあこれは卵ですけどね。はい、まあ混ぜて食べれば美味しいよね、これね。パリップを混ぜて食べたら、はい、そうですね。はい、パリップの中に入れて、うん、やっぱりパリップが美味しいな。ありがとうございます。恵比寿の時に香港の人が来て、食べ物、肉は食べれないっていうから、で食べれるもの でパリプーだけ食べれて、でパリプーとポルサンボーだけで出したんですよ、うん、じゃあめちゃくちゃガツガツ食べてくれて、やっぱりシンプルが一番もう純粋に、うん、そういうのもありだなと思って。そうだね。はい、ではこれを混ぜ混ぜしたら多分もっと美味しいですね。ぜひ。はい、混ぜ混ぜしていただいてみたいと思います。ほい、はい、2階にやってまいりましたけど、2階はこのような、そうです、トルコのインテリアとクッションと、はい、オールドアンティークの絨毯とあと小物で置いてますなどやってると。はい、こちらが本当は本業なんですよね。そうです、そうです。なので皆さんぜひどっちも遊びに来てください。トルコのものですね。トルコのものです。全部トルコのものです。ご自分で選んだ感じ。はい、そうですね、はい、トルコのパートナーとともにアジコと3人タッグです。そうなんですね。はい、はい、まあ、こちらはスリランカじゃないんですけども、はい、トルコにご興味のある方は、はい、またこういう柄のものに興味ある方はぜひということで、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、どうもいただき終わりまして、はい、ありがとうございます。前よりシンプルになってよかったんじゃないですか。で、はい、もっと4月からメニューが増えると。そうですね、前みたいにサーモンとかポークのカレーとかブリのカレーとかやりたいと思います。やると、はい、その次はポークも、はい、やります。ポークが出るようになったらまた来たいと思います。あ、よろしくお願いします、はい、はい。そしてあちらは何か気になってるんですが、 あれはアジコ画伯が描いた絵です。アジコが描いた絵です。売り物です。誰か買ってください。アジコが描いたの。そうです、そうです。あ、そうなんだ。はい、アジコは何か買ってきたの。スリランカで。スリランカの買ってきたものもあるということで、はい、そして今お休みは月曜日は定休で、火曜日から日曜日までやっていて、11時半から21時まで、20時半がラストオーダーで、ちょっと日曜日だけ30分繰り上げでやってます、はい、そうですね、はい、はい、よろしくお願いします。わかりました。アジコさんも登場してますけども、じゃあお客さんも結構いらっしゃってるということですね。近所の方と高田馬場時代の人が、はい、いらっしゃってるんですね。はい、ありがたいです、はい、ではまた皆さん、はい、もっと来てほしいですね。はい、ちょっと今こんな状態なんですけど、 2×4 でテーブルを今、はい、家具をオーダーしてるんで、それを船便待ってるんで、1ヶ月か2ヶ月で来るはずです。もう少しちょっと今相席三昧になっちゃって申し訳ないんですけど、はい、はい、でもぜひ1回来てみてくださいと、はい、いうことで、よろしくお願いします。ありがとうございました、はい、はい、ということで今日は文京区の、はい、小石川後楽園もしくは春日から近いアジコサロンさんからお届けしました、はい、どうもありがとうございました。よろしくお願いします。おい、ありがとうございました。おい。